はようございます。今回は11月3日蓮華院誕生寺奥の院秋の大祭についてお話をさせていただこうと思います。当日の日程としては9時から子どもの相撲大会が始まります。10時奥の院開祖法要、それから子どもの市のコンクールと続き、午後からは斎藤大御牧と、その後に横綱鶴竜関による土俵入りが行われます。この秋の大祭で一番中心的になる法要は、なんといっても斎藤大御牧灯になります。斎藤御牧とは、仏様の知恵の火により生きとし生けるものの煩悩また汚れを焼き尽くし、幸いを除いて福を得るという功徳があります。またお参りの際、仏様にいろんな供物をお供えして、仏様のこのから願いを叶えていただこうという祈願になります。で、この祈願が成就するには3つ必要なことがあります。1つ目は仏様のお力、2つ目は僧侶の力、3つ目は願いを持たれている皆さんのお気持ちになります。この3つが揃った時に仏様の力は広がっていくと思いますし、当山で言うとご本尊様は光円大菩薩様、大変力を持たれている仏様になりますし、私たち僧侶も身を削ってお参りをさせていただきます。皆さんも強い気持ちを持ち参拝していただきたいと思いますが、この強い願いには行動が伴わなければいけないと思います。例えば家内安全を願う家族がそのまま強く思っても願いは成就しないと思いますし、やはり自分自身ですべきことを叶えしていきますので、どうぞよろしくお願いしますというのが本当のご祈願の仕方だと思いますし、皆さんもこの人生を一歩前に進めるためのいいきっかけにしていただければ、私たちもありがたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。